ナポレオンの剣彼がアウステルリッツの戦いにおいて携えた。この剣は、その命を救った。スモールソードは、軽量で一つに特化した片手用の剣で、後期ルネサンスの長く重いレイピアを起源とする。スモールソードが最も人気を博したのは17世紀半ばから18世紀にかけてのこと。フランスで生まれた後、ヨーロッパ全土に急速に広まったと考えられている。 スモールソードは、ツアーでライアンカー、ドメーニコ・アンジェロ、ムッシュ、ジェイ・オリビエ、ムッシュ・エルバットのような著者の作品に代表されるように、フランス式の決闘用の剣術の直接の前身であり、フランスの古典的な剣術へと発展を遂げた。スモールソードは、地位の象徴や創進具としても用いられ、18世紀の虚栄心を持つほとんどの人は、 文民軍人を問わず自らの真摯性を見せつけるために日常的に体験していた。スモールソードは決闘用の武器としてとても有効で銃剣を用いる技術体系へと発展した。これは第一この AK 機兵連隊の将校アルフレッド・フットンの銃剣を基本とする事故防衛術のもとになった。軍事においてスモールソードは 不評将校たちのサイドアームとして使われ続けた。根強い伝統を持つ一部の部隊においてこの習慣は今日に至るまで続けられ、式典及び礼装に限って使用され続けている。将校がスモールソードを体験して戦場へ赴くことは第一次世界大戦においても頻繁に見られ、第二次大戦時もいくらか見ることができた。1913年アメリカ陸軍の 銃剣訓練教範にはスモールソードを用いた防衛術が記されている。1760年のスモールソード、この種の剣における軽量な構造と一つのための幅の狭い刀身といった特徴が見られる。原則として刀身の長さは60から85センチと比較的短いが90センチを超えるものも存在した。闘身は通常は切っ先を鋭くするために、 先細りの形となっている。切り付けるための刃を持たないものもある。一般的に断面の形状は三角形だが、早くに作られたものは、レイピアのような旧来の武器が持っていた肘型あるいは防水形状の断面を継承している。三角形の断面を持つものは、軽量化のために断面が星型になるように、削り込まれることもあった。17世紀から18世紀にかけてのものは、 コリシュマルドの刀身を持つものが多い。スモールソードのツバは一般的にシェルと呼ばれる貝殻型が用いられ、時にはアサリの貝殻で装飾されていた。この貝ツバはしばしばコキーユと言われる湾曲した楕円盤に置き換えられた。後のフォイルでは貝ツバはルネットと呼ばれる鉢の字のような形状へと発達し、 円盤状版上のツバは釣り金型のツバとなったが、未だコキ優型の特徴を残している。スモールソードのツバは通常、クロスガードやリカッソ、ナックルボウなどのレイピアの柄が持つ特徴を含んでいる。エコールポリテクニックの霊創で体験するスモールソードの柄。19世紀にはシンプルなクロスガードのスモールソードも生産され、種として、儀仗として用いられ古代の武器を彷彿とさせた。 例えば M1840 歌詞関東はアメリカ陸軍の観光総裁に用いられた。ありがとうございます。